つらつ興味津々いよいよガルーラ、クチート、ポリゴン、うん、ガブリアス、うん、あと、ミロカロス、うん、あ、そう違う違う違う、クレセリアだよ。クレセリアミロカロスだ、水タイプだわ。ミロカロスと、あと上にいるのが、あ、これ知ってる、これ知ってる、めっちゃ特攻高いやつじゃねえの。右上、そう、攻撃と特攻めっちゃ高い、こいつ、なんていうの、めっちゃ高いやつだな、これ。そう、なんていうの、これなんか、ホコタテで見た。ホコタテで見た。やめろ、それはやめろ。他の実況者ごめんなさい、今かなり危ない発言が今出ましたけど、まあ、やっていきましょう。センスしていきます。あ、ちなみにリスナーの皆さん、トリッピーポケモン初心者です。何も分かってないです。もうそういうの全部カットするんで大丈夫です。ここカットなんで、さもガチ勢のように振る舞っていきます。任せろ、ガチ勢だから。みんなガチ勢だから。ミロックだっけ。はい、あと18秒だぞ。あー、初手耳ロックして、切り刻むし出して。で、ロトム。あー、これ勝ったな。勝った。よし、先発行きましたよ。これトッピーさん頑張りましょうよ。あー、余裕だ。よーっしゃ。いやー、心強いなー。俺が来たらもう1戦目からもう最強の神展開の試合取れるから。余裕だよってなってるけどね。ちょっと、なんか、どもりが見えるけどな。テイク何かな。テイク何だよ、これ。上がるな。あー、読み通りいいっすね。これ読み通りやった。読み通り。読み通り。これ先発何くんだよ。クレセイヤ来たら切り刻み出せばいいから、これ。一つ。これ今 S 勝ってるから。猫騙しでいいよな。あっちも猫騙しでいいよ、うん。はい、猫騙ししていきます。オッケー。これやったら、もう絶対ここは猫騙しだな。うん。だよな。知ってる。うん。知ってる。いや、今教え通りにしたこと、うん。そう。なんかトイッピーが、うん。そうそう。俺が猫騙しした方がいいよって言ったからな。言ってた。なんか聞こえたもん、なんかその前に。もう6ターン先までチャット来てるからね。やっぱ、将棋しかよ、お前。将棋しかよ。神すぎる。いや、さすがトイッピーだよね。さすがすぎんだ。さあ、猫騙し行く。相手突っ張ったね。あ、いいね。相手も多分猫玉だったんでしょう。ここは飛び膝で押していきましょう。いいじゃない。はい。うん。飛び膝だな、ここは。そう。まあ、トリッピーさんの。どっちが飛び膝すんの、これ。こっちがトリッピー。なんすか、なんかノイズがちょっと、ノイズが聞こえましたけど、今。あれいいですね。おっか、まあ、ガルラ落としていきましょう。さすが、音声通りですね。素晴らしいです。このまま行きましょう。さあ、頑張ります。あ、待って、そっか。お、今、俺、こっちがガルラかと思ってた。そう、だから、いや、耳を、じゃあ、そこはかんだろ。どういう間違い方だよ。どこで間違えた。飛び膝狩りちっちゃいガルーラか大きいガルーラどっちがすんだろうと思って。大きいガルーラか。そこの差かよ。ミミロップがガルーラの差じゃないって。あ、助けだ。最強じゃん。最強じゃん。そう、サメ肌食らって。でもね、ミミロップは落とされちゃうんだよ、ここで。自信食らって入るんじゃない、ワンチャン。自信なら、自信と閉じる。ほら、けどサメ肌で死ぬかもしれないけど、まあいいんじゃない。ミロップ落としていく。レッドパンチ。ミロップ落として。いや、いい仕事した。あー、引っ込めた。何これ。いいですね。ギルガルド。影打ちだ。これね、影打ちねえわ。影打ち食らわないから。これね、ミミロップって、まあ多分知ってると思うんだけど、特性キモッ玉ってさ、ノーマル、ゴーストタイプの技がノーマルタイプ当たるようになるんで。おー、知ってる。もちろん。そう。だから。知ってるよ。相手鋼ゴーストだから、飛び膝蹴りが、あれなんですよ。あ、なるほどね。当たるのか。そう。でも、キングシールドっていう厄介な技があるから、これ多分ね、ヒートロトムがいいっていう。ここでロトム。トリッピーさんもすげえね、長文で今チャット送ってきました。ね。うん、そう、確かにここはロトムがいいと思う。それは、確かにね。うん、俺もそう思う。これ来たよ、ロトム。ここ盛り上げよう。鍵打ち。よし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 
さあここでこれはもうね、もちろん、もちろんあれですよね、もちろんもちろんチャットリキターのあのここ、この展開は確実にオーバーヒートだよね。あ、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、さすがよかったって聞こえたな。オーバーヒートの流れだからな、まあ、いや聞こえた、一生100ね、ノイズノイズチャット相手からよかったって聞こえたな。よかったまあ突っ張っていきましょう。あれ後ろ何だったっけ。あ、ガブリアス猫玉でも勝ち。え、これいけちゃうか、ヒートレッドも活躍できる。よし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 、これ一発で俺たちのヒートリティファム。いやいや、まあ、耐える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 、全然問題ない。だって後ろだってガブリアスだろ。うわー、弱点補できた。いや、まあ、弱点補できた。猫玉で、そうだね。え、これいけんじゃね。いけるいける。さあ、シャドウボトル。よいしょ。まあ、死んじゃう。うわ、耐えましたね。耐えました。耐えた。よし、耐えました。耐えたね。うん、いや、ギリギリ耐えた。あぶねえ、あぶねえ。よっしゃ、ミニロップ出していく。残り HP22 だ。あぶねえ、あぶねえ。耐えた、耐えた、耐えた。よかった、よかった。耐えた。もう絶対にキングシール。これどうするか。これは、ここは手ごだまし。手ごだまし。あ、違う。待って待って。いや、いや、いいよ、いいよ。待ってね。待って待って。そう、大事、大事。これね、っていうか、無理でしょ相手。攻撃下げたところで。これね、キングシールドって、まあ、言わずもがなだと思うんですけど、このね、接触技食らった時に、ほら、攻撃がガクッと下がるの。接触技だと攻撃がガクッと下がるって、めっちゃ強い技なんだけど、守るの上位互換みたいな感じ。あ、まあ、まあ、わかる。知ってるから、知ってるから。あ、ごめんごめん。知ってる、知ってる。知ってる、知ってる。その仕様ポケモンにつけたの俺だから。あ、違う、違う。ニンテンド関係者の、ゲームフリックさんの会社の人だったんですか。あ、そう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 。だから知ってる。ほんとか。マジか。なんでも携わってるんすね。すげえな。あ、それはちょっと俺今、にわか発言しなったな、今。さあ、キムシュートもうまくいかない。さあ、ドギーさん、当てていく。決まった、合わせる、よーしか。これ勝ったね。もう最後はもう、ガブリアス、タスキ状態なんで、もうあと HP1 しかないからね。もう残り。これ、猫魂でいいんだろ。だ、猫魂で。完璧です。あ、もうさすが取れ、もう分かってるから、俺。そうそう。ここは猫魂だろ。うん、当たり前だよ、当たり前。ここはもう猫魂しかない。猫魂。猫魂。なんだよ、なんか変な。勝手に渡ってる。やばい。あこれはもう。おかしいだろ、これ。勝ち方だったろ、今。これは名前隠してあげようぜ。切断ですね。切断ってやつですね。負けたから。まあまあ、俺らの最強の俺ら三人トリオのね、前からね、逃げたっていうことでね。そういうことだね。やっぱ強すぎ、あ、ちょ、ゲームフリークさんのあの関係者には勝てないですよみたいな感じでね、今切断しましたから。お疲れ様でした。チャット通りでした。はい、次の回は二人でやっていくんでお願いします。よろしくお願いします。はーい、トリッピーでした。お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様です。ありがとう、トリッピー。え、リゲテリー。そういう実況者いるよね。いるよね。全部読む人。そうそうそう。左上からヘレクルス、レンデルス、ポリゴン2。待って待って待って。あのさ、いきなりも煽ろうとしないでくんないから、ポケモン実況者煽るなよ。びっくりした、いきなり。普通の会話してんのかなと思って。だってお前ポケモン実況者嫌いって言ってたじゃん。言ってない、言ってない、言ってない。ちょっとやめてくれ、人聞き悪いから。さあ、やりましょう。さあ、やりましょう。あ、これもう、あれだよ。決まってんじゃん、あれ、あいつしかいないじゃん。もう。なんだよ、もう。これの、あれのさ、うん、パーティーといえば。これでさ、うん、もう。お前、主語がなくて分かる。なっちゃう。ああ、ドラゴンじゃねえか。まあまあ、いけるっしょ。先発結構ロートも安定してると思うし。うん、で、うん、いけると思うし。ジバコイルスカーフ電磁浮遊してくれるかもよ。いけるっすよ。おい、これネタすぎ。あ、俺らそれやる？いや、やんない、やんない。俺らそれやるってさ、このパーティーで潜ってんとか、ジバゴール使うのよ、いきなり。ほいよ、トロノイ。だからなんだよ。ガブの自信を透かして、降参するっていう。ドヤ顔するだけみたいな。何を楽しんでんだよ、俺らの会話。俺らは楽しい。俺らは楽しい。見てる人たちはポカーみたいな。そう。よし。お願いします。お願いします。あ、先発シザリガよっしゃ当たったシザリガって出てっかなあ、ほら当たるとかない、見てシザリガほぼされてる。いや、違う違う違う、お前ツイッターツイッターアマかお前は
ほら、ワンホー、ほら、近い近い、ワンホーされてる。お前、ツイッター中これ、1000ファボされると、こんな大きいさ、ファボもらえるの、これ。でっかいファボ。なんだよ、そんな得点ねえよ、別に。ファボ賞みたいな。ファボ賞、何したんだよ、こいつ。この年1年間で一番ファボされた人。ツイッターね、それ相当の猛者だぜ。ハボリガー。だから何やってんだよ、ハボリガー。ハボリガー。違う。お前何楽しいって言ったの。これ鬼火で。ボルちゃん。いや、鬼火ないでしょ。ほら。おい。何してんだよ。これ一発で落とす。どうせタスキじゃん。入ってね。おう。一発で落とされるんじゃないですか、これ。いや、耐えるよ。で、これアクアジェット耐えるんじゃね。耐えるよ。余裕。あ、耐えるね。赤、やけどだもんな。え、じゃあこれボルチェンじゃね？ボルチェンね。うん。いや、俺、あれ来ると思ったんだよ。ランドラ編。ああ、それはあるな。そう。けど相手普通に来たからね。どうしよう。ランド来たらどうする？ランド来たら、フライゴンです。あ、フライゴン。あ、でもどうせ冬当たんねえじゃん。あ、じゃあいいじゃん。これボルチェンでいい？ボルチェンでいいよ。はい、ボルチェン！うぇー！オッケーイ！ただこれクラブハンマーってことね。そうだね。オッケーここはフライゴンだね。トンボ会でやるしね。なんでお前いきなり真面目なんだよ。わけわかんねえよ。お前のテンションについていけねえよ。アニョハセヨ。さっき言った。え？誰も通じないし、誰も面白くないし、意味がわからない。フライゴン？うん。ハボリゴン。ハボリゴンじゃない。ハボってない。あ、ハボってない。フライゴンはもう、星も何もついてないから、ただ。ああ、何もないじゃん。何もねえよ。なんもねえよ。シザリガだけだよ、ハボって。ハボってねえよ、別に。こいつ面白いこと言ってないんだな、多分。言ってないよ、全然。つまんねえことは。わけわかんない。なんともニヤニヤしてんだよ、さっきから。楽しそうだな、一人で。あ、違う。これ当てたら神で。俺当てていい？そうだね。さっき、トーク君がやったんですけど、2回やって与えられなかったんで、ちょっと僕がね。命中率8割と言われた男が外したんで。そう。命中率 100% の歌を組んで。俺がやればいいんじゃないかなって思います。はい。まあまあ、もっと散らしていくね。散らして。散らしていく感じね。けど、せっかく進化したのに、したのに、あー、落ちちゃうなー。おー！落ちちゃうんですよ。落ちたはい、とちゃん一撃復活！今日は俺が来てるよ。来てるな。俺が来てたよ。すげえ。ほんと、任せてよかった。ギャンブラーか、俺ら。競馬場のおっさんかよ、俺ら。やっぱ3連投当たったぜー。あ、千葉子来た。え、勝ち確。これ自腹でいいでしょ。もう一回当てようぜ。待ってよ。あ、じゃあ俺が当てるわ。俺が当てるわ。お前これコメントでね、ナメプダンダス来てる。え、これアナライズでしょ。アナライズでしょ。アナライズだよ、多分。アナライズでしょ。待てまーす。ちょっと待って。あー、当たった。よっしゃー、当たった。当てない、当たって。コウさん参りました。いやー、いやー、ヒトムが活躍しましたね。まさか10割2回出るか。いや、ヒトム最高でした。お疲れ様。お疲れ様です。